アーケアメーバは、ミトコンドリアを鍵開け的環境に適応した、アメーバ様生物からなる群。動物の腸管内に寄生、または、語り共生する生物を含み、セキリアメーバのような病原体も知られている一方で、淡水環境に生息するものもいる。分類学的には、アーケアメーバナ、または、アーケアメーバウが当てられている。名前は、 深核生物がミトコンドリアを獲得する以前に分岐した生物群だと当初考えられたことに由来しており、そのため古雨悪いという訳語がある。典型的には、単核で弁毛を一本持つものが多いが、多角のものもあり、弁毛の本数も多様である。嫌気的、または微光気的な環境に生息していて、酸素呼吸を行うミトコンドリアを持たないが、 ミトコンドリアが著しく縮退したマイトソームとなっているものが知られている。弁網を持つものでは、規定固定が体になっていないことが特徴的であり、その弁網は外腕大人を書いていて、運動はあまり活発でない。弁網はあっても短くほとんど動かないような種もある。セキュリア名バのように完全に弁網装置を書いているものもある。 分子系統解析によりアメーボゾアのうちコノーサの所属とされている。輪廻式階級分類では、例えばアメーバ動物門、コノーサズナアーケアメーバーコー、あるいはアメーバ動物門、コノーサアーモンアーケアメーバズナとする。内部分類については、分子系統解析による整理が進められているところで、ある。ここでは2016年時点で提唱されている体系を示す。 この他に分子情報がなく一不詳のものとしてがある。1983年にトーマス・キャバリエ・スミスがアーケゾア仮説を提唱した際にアーケアメーバ門として設立されたが、この時は単にミトコンドリアを持たないアメーバという特徴でまとめられたに過ぎなかった。例えばエントアメーバ科はミトコンドリアを二次的に 喪失したと推測されて、アーケアメーバから外されたこともある。それ以外にも、取り除かれたり追加されたりすることが多く、定義は曖昧であった。しかし、分子系統解析の情報から、アーケアメーバはいずれもミトコンドリアを二次的に喪失したものと推定され、1997年にアメーボゾアに属するアモンとされた。これ以降、 分子情報が蓄積され系統解析の手法が改善される中で、アーケアメーバルイの一体性は一貫して支持されている。一方アメーボズは内部の分類体系が整理されるに、つれてアーケアメーバルイの分類階級はカモン、ツナ、アコウと下がっていった。ありがとうございます。